中体運動公園は、千葉県成田市にある市営の総合運動公園である。中体運動公園陸上競技場、中体運動公園球技場などの施設を有する。陸上競技場1973年にオープンし、中体球場が開場した。また、同年開催の国民体育大会の周期会場として利用された。 成田駅から徒歩10分圏内と高立地に位置し、全国大会などの会場となることも多い。2002FIFA ワールドカップでは、ナイジェリア、ドイツ代表の公式練習会場としても利用された。道路網などの交通の便にも恵まれているため、アメトークの運動神経悪い芸人、芸人体当たりシミュレーションや、ロンドンハーツのスポーツテストなどといった。 バラエティ番組の体力系企画のロケ地としてもたびたび使用されている。2009年4月1日、2014年3月31日までの年間700万円で5年契約で楽器や業務用音響機器を販売する地元企業のサウンドハウスが命名権を取得した。これにより本施設の故障は中体運動公園からサウンドハウススポーツセンターに変更された。 また、同時に、公園内の各施設の故障も変更された。しかし、2010年11月開催の市民、マラソンイベントに参加した、サウンドハウスの社員から、同イベントのパンフレットでの施設名の表記が契約に反するとの指摘があり、サウンドハウスからの申し入れにより、契約期間を3年残して2011年3月31日を、もって契約が解除されることとなった。 このため、同年4月1日から、元の正式名、中体運動公園に戻している。命名権の再募集めどは現段階では、立っていない。内は命名権によって導入された愛称であるが、上述の通り2011年3月で契約更新を打ち切り、現在は、それぞれ正式名称に戻っている。広報資料など一時資料、ありがとうございます。